四条縄手の戦いは、南北朝時代の将平3年、上和4年1月5日、河内国佐々良軍の尾崎から北四条にかけて行われた、南朝河内上で、楠木のき領の楠木正行、実定少子と北朝室町幕府出自高指示課、引付方かしら人佐々木道穂丸との間の戦い、圧倒的に兵力で勝る諸直軍に対し、 正サから攻撃を仕掛け熾烈な戦いとなった。諸直が野営地を築いていた野崎周辺は、当時は東を、飯森山などの生駒山地に、西を深野池に囲まれた狭い地であり、かつ湿地帯でもあった。そのため、大軍の騎馬兵の運用には不利であり、正サはそこをついたという説がある。資料に乏しく戦闘経過には、諸説あるが、いずれにせよ、 少なくとも、正幸が諸直を本陣である野崎から交代させ、北市条もしくはそれ、伊北までに押し込んだことは確実である。しかし、正幸は北市条でついに力尽き、結果としては、南朝側は正幸含め27人もの武将が死亡、死者係数百人に及ぶ大敗となった。楠木兄弟の戦死によって、南朝側は同月末に臨時主と吉野安宮を喪失し、 かなせへ逃れた。一方、この戦いの勝利と吉野暗宮攻略によって、出事諸直の名声が高まったことで、幕府の事実上の最高権力者である、足利忠義との政治力の均衡が崩れ、幕府最大の内部構想の一つである官能の上乱が発生することになった。なお、史実での戦闘発生地に基づけば、野尾崎、北市上の戦いとでもなるはずだが、 軍旗物語、太平記により、四条縄手の戦いあるいは、四条縄手の戦いの故障が著名である。水野俊方が、共同立式より、楠木正行。出生直前の楠木正行。延元元年、兼務3年5月25日、楠木氏の同僚、楠木正重が、港川の戦いで敗止したため、しばらく、楠木氏は、 宗家ではなく同族大塚市の泉守護大、大塚これまさらが指揮をとって、南朝方として戦っていた。やがて、正重の子、楠木正行が成長して、延々5年、略王3年頃から当領としての活動を始め、本拠地である河内国南部で次第に力を蓄えた。河内守となって7年間は一切戦いをしなかった、正行だが、昌平二年。 上は3年8月10日に挙兵し、木の国を攻めた。その経緯の考察については、楠木正幸挙兵の準備と目的を参照。その後は石火船まで進出し、足利方を脅かすようになった。同年9月、楠木軍は、藤井寺近辺で、細川武志氏を破り、11月には、住吉付近で、山名時氏を破った、騎馬武者像、孔諸直かその親族説がある。 正幸の土涛の構成に、室町幕府は、本格的な南朝攻撃を決意し、出自高四次を総大将、その弟の講師隊を、第二軍の大将とする大軍を編成して、河内に派遣することを決定した。将平2年、上和3年12月14日、まずは、第二軍の講師隊が先に出陣し、泉国境裏に向かい、同地で待機、11月から、 幕将丹の和女中が南朝からの攻撃に対し、泉井山城に立てこもっていたが、死体の出陣を待って合流した。総大将高志次下の出発は、はじめ18日夜と噂されていたが、なぜか、それより遅れ、25日もしくは26日に兵を立ち、八幡に到着、諸国の兵の到着を待った。この月、南朝、北朝、 幕府の参政力とも国家の存亡を決める。決戦の気配を感じたのか、盛んに戦勝祈願を行った。例を挙げれば、十七日、南朝の五村上天皇は、当時に対し、後田天皇、後大醐天皇の意志を継いで、天海党を達成できた暁には、この寺を取り立てると約束して、戦勝祈願をさせた。十四日、北朝の黄本上皇は陰前を発して、第五時に、 天下政筆を祈らせた。26日、幕府の将軍帝、足利忠義は、天下政筆のため、当時と新五時に大半夜教を37日間転読するように、要請した。小方月光が、楠木正幸まさ縄手史上手中の図史上縄手の、戦い戦闘系可年が明けて、昭平三年、昭和四年一月一日。 すわべたすくただしら幕府の諸将が八幡に到着。他の有力武将としては、引き付け方かしら人で、バサラ大名として、著名な佐々木道誉までや、足利市支流佐野氏の武将、佐野氏綱がいた。山城国から、河内国へ入る手前で年を越した幕府軍は、昭平三年、昭和四年一月二日、ついに総大将の諸直の第一軍が国境を越えて、 川内守正幸の両国である、川内国に入り、同国笹原軍の尾崎の辺りに投留した。それから3日後、昌平3年、昭和4年1月5日、笹原軍北市場で正幸と諸直は激突した。しかし、この戦いに関する資料は、極めて乏しい。戦闘経過について、確実に分かっていることは、以下の程度である。伊古間高臣によれば、諸直の勝因は、 平数だけではなく、戦術でも正行に比べ一枚も二枚も上手であったためという、まず野崎に本人を敷いた諸直は、その東部から北東部にある飯森山も占拠した。それに対し正行の行動は一歩遅れたため、東を飯森山に、西を深野池に挟まれた東高野街道を1、直線に進まざるを得ず、正面の諸直本軍と右手の飯森山主軍を、 同時に相手にすることになってしまった。必然的に、正幸は正面の諸名を本人に切り込むしかなかったのである。その一方、藤田誠一は正幸が相手ここで海戦に踏み切ったのは、当時の野崎から北市城は西方に、深の地が流れる湿地帯であったため、大軍の運用にあまり適しておらず、少数の手勢で奇襲すれば、諸名を打ち取れると考えたのではないかと指摘する。 また、太平記では、南朝軍は最初騎兵だったのが途中から馬を降りて不評になったと描かれているが、藤田は正幸は最初から不評を運用していたものとして説明し、また、太平記の正幸が南朝軍を三部隊に分けたとする描写とは違い、実際は全軍と五軍の二部隊に分けたのだろうとしている。藤田、イコともに、 圧倒的な兵力差でもなお一時的には正幸が優勢であったとする。しかし、藤田によれば、東の飯森山から降りてきた、諸直軍主体に攻撃される格好となってしまい、南朝軍の五軍がそれによって機能しなくなってしまったという。それでもなお、正幸率いる全軍は正面に攻撃を続けた。藤田によれば、市場縄手の戦いの主戦場が北市場となっており、 モロナオの本陣である野崎から北にずれているのは、マサユキの猛攻によってモロナオが撤退したからだという、湿地帯であるため、騎兵であるモロナオの交代速度が遅いのも、マサユキの作戦の範疇であり、南朝軍は追撃を続けた。しかし、ついに決定打を与えることができないまま、幕府軍大将のモロナオは、戦意からの離脱を完了した上に、南朝軍の戦線が伸びきってしまい、 時刻も夕方を迎えて、正幸らは、力尽きてしまった。南朝では、楠木正幸とその弟、そして和田新発が自害。その他、和田新発の弟の新兵衛、平木十両縁、両縁の息子、吉野の首都である青谷大阪兵らも討ち死に、正幸も含めて27人もの武将が死亡した。楠木思想家に次ぐ重鎮の武将。 大塚これまは、南朝内の文書である、麻生文書に、戦死報告がされていないため、おそらく死んではいないと考えられるが、これ以降資料から姿を消すため、再起不能なほどの重傷を負ったとも考えられる。楠木東川で生き残ってこの後も歴史に登場する、武将は、後に、泉和田氏の当領となる、和田助氏がいるが、逆に言えば、他には知られないほどの惨状だった。 戦死者は数百人を数えた。その太歴によれば、首を切られた者だけではなく、生け取りになった者も,も多かった。一方、幕府側の損害もゼロではなく、上山修理助高本、細川頼種の長子、細川頼行と頼種のいとこ、細川義春ら数人の武将が討ち死にした。とはいえ、南朝が受けた損害と比べれば圧勝だった。 月岡義都氏が演劇改良より、吉野周囲、史上縄手、楠木正幸きまさにのずく木のと手わき幸一川、團十郎、劇場九代目一川團十郎が演じる正幸の死を描いたもの。翌6日、楠木正幸らの死休は京都六条河原のでさらされた。同6日、北朝の左大臣党員金方は、新年早々めでたいことだと喝采した。 生駒によれば、これは敵に対する、冷めた、評価のようにも見えるが、どちらかといえば、むしろ、慶に刻々と迫る強大な敵将、楠木正幸に対する、恐怖心から解放された、安堵感が漏れたものではないかという。同う6日、南朝の宮将軍と、巡大臣、北畠地下夫さは、和田助しら生き残りの武将を集め、北朝に願いらず、 南朝に残れば多大な恩賞があると激励した。正幸、正治の幼少の弟、楠木正則が南朝大将と楠木史頭領の地位を継いで戦った。1月8日に、堺から無傷のまま進撃した第二軍の講子大軍を正則が食い止めている間に、諸直によって1月24日から28日の攻撃で南朝首都市と吉野安宮が陥落するが、 マサノリは2月8日の戦いで幕府に一死報い2月12日に皇兄弟を撤退させることに過労じて成功した。それからも幕府は、忠義の養子である若き優勝、足利忠義冬を起用し大攻勢を仕掛けるなど、南朝には綱渡りの状態が続いた。ところが、皮肉にも正行を打ち、吉野を攻略した諸直の英明が絶頂に達したことで、 忠義と諸直の間の政治力の均衡が崩れ去り、足利氏の内紛、感動の上乱と呼ばれる、南北朝時代最大の政治闘争の一つに発展することになった。この上乱を利用して、南朝側は再起を図ろうとするが、その後も混沌が続いていった。諸直軍の兵数については、第五地蔵院日記によれば、第一軍の諸直軍だけでおよそ一万の兵数があったという。 なお、高子隊の第二軍も編成されていたが、太平記では、諸直とは別行動をとって1月2日に、堺に駐留しており、四条縄手の戦いには参加していない。資料では、死体が堺に駐留していたことの直接的証拠はない。ただし、少なくとも、資料では、四条縄手の戦い直後の1月8日に諸直と別行動をとって、古市に駐屯し、 そこから正幸の館を焼き払うなどをしている。楠木軍の兵数については、太平記ルフボンでは、幕府軍と楠木軍の兵力差は21のため、これをそのまま当てはめると、楠木軍の戦力は500人となる。荒井高茂によれば、鎌倉時代最末期、現行の乱の頃の御家人は、平均20人程度の戦闘員と、馬帝。 荷物持ち等に3人の非戦闘員を連れていたという。正幸軍には、最低29人の軍事指揮官がいたから、指揮官自身も含めると、最低の兵数は29イコール約682人で、500人とは、それほど外れていない。無論、これはほとんど死亡した指揮官に基づく最低兵数の概算であるため、生き残りも含めた場合の兵数は不明。軍機物である、太兵器により、 市条縄手の戦場名が有名だが、史実で戦闘が起こった場所は、河内国助、よしよしの北市条という場所である。中世での北市条がどこだったか、厳密には不明だが、少なくとも、江戸時代には、笹原郡北上村に、北市城、市条辻の三つの集落が存在し、実際、河内市開判所衆、笹原郡古関市でも、四条は是戦場、在北四条有、 有族北条いうと、北条村の中での北市場が市場縄手の戦いの古戦場だったことを記している。明治時代になってから北条村が市場村と解消され、北市場が大和北条になるという地名の逆転現象が起きた現在の大阪府大東市北条にあたる。かつては大阪府東大阪市の市場ではないかという説もあったが、ここは旧軍名で言えば、 河内郡市条村であって、笹原郡でも北市場でもないから、明らかに誤りである。ただ、長野という人物が、明治19年に、楠の木のいでなる場所を掘ったら人馬の遺骨や文具が出て、来たと主張したが、長野は供養のために、それらの遺骨、遺品をまた埋め直したと述べ、そのため証拠品は現存せず、事実かどうか不明である。 現在の大阪府市条縄手市は湘南港五墓所という伝説がある場所に明治23年市条縄手神社が建立されたことから発展して使命になったもので史実として市条縄手の戦いと関係があるかは不明。ただ、貝原駅県が元の国年に旅行した時はすでに正行、正治の墓と称される墓があったという。太平記では南朝方で 四上高助、楠木正恵、三輪西や幕府方で、細川頼春、細川清氏、今川の陸になども参戦しているが史実家は不明。史実では内地にしたか不明な大塚これまさも戦死したことにされてしまっている。日付も細かい部分が違う。また、楠木正幸の本人は王上院だったと描かれる。正幸は、玉祭を心に決め、決死の覚悟を歌にして、 帰らじと兼ねて思えば、あずさゆみなき数にいるなおぞとむるの自世の句を残したという逸話で有名だが、史上なわての戦いが玉砕覚悟の戦いだったというのは、複数の研究者から否定されている。両軍の兵数は、幕府軍6万、南朝軍3000と、太平記特有の大幅な誇張表現がなされている。ただ、打ちにした武将の数については、和田、く木が兄弟4人と、 一族23人と書かれており、これは、史実と一致するため、著者らが、それなりに取材を行った上で、話を面白くするために、あえて増票の数を誇張した事情は伺われる。ありがとうございます。